消費者がお米離れって言いますか、なかなかお米を食べていただけないと、私どもからするとお米をもっと食べてほしいと。株式会社福糧、米国全般の加工卸を行っている会社です。創業は平成10年。私が34歳の頃に独立しまして、最初は加工用米からですね、味噌、米菓、お菓子ですね、焼酎、これの原料を我々は生産者とかで買い上げたりするのが最初でした。創業から5年、大きな転機が。順調にいってる時にお米が大暴落しまして、在庫を持ったと。そこで初めて我々は白米の方に参入しまして、収益が上がってきたと。加工用があって主食用が始まったと。でこの2本柱があったからこそ今があると。その後倉庫業を開始、グループ会社の力を結集し経営の効率化に成功しました。また販路拡大の足がかりとしてお米のアンテナショップをオープン。オリジナル商品の開発をはじめ、販売方法にも工夫があります。玄米で売ってるんですよ。お客様が好まれる白土で精米をして、で非常にその新鮮さをアピールするには一番良かったのかなと。さらに念願だった外食産業へも参入。そのターゲットは女性。おにぎりの食べ比べをして、美味しかったら食べ放題で食べてくださいということでやってみたところ、若い女性に非常に人気でして、 SNS でねバッと広まり、いつの間にか繁盛店になりまして。食の多様化、時代のニーズを敏感に捉え、昔ながらの米屋の枠を超えた発想で進化を続ける福糧。社長の次なる構想とは。米を通じて社会に、ね、貢献するためには、今ここの1箇所でしかやってませんけども、後々はねこれを5店舗10店舗と広げていって、名前の通り鳥栖ライスビレッジ、鳥栖ご飯村ですね、みんなが集まってきて楽しめる地域にしたいと思っています。はい、九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。